こんにちは、ベンジです。パチプロフ66の続きをやっていきます。なんかこのアイレムバーガーでヤスが働いてるらしいですよね。なのでちょっと茶化しに行こうかなと。いらっしゃいませ。いたヤス。いらっしゃいませ。デート場所、ここで何してるんだ。見てわかんねえか。この店で働いてるに決まってんだろ。あの黒い稲妻とかいうガキを見て俺はよーくわかったのさ。パチプロなんて、なりわい、パチプロなんてなりわいのバカさ加減にな。勝ちが続いてるときは甘い汁を吸おうって連中がうじゃうじゃと群がってきやがる。そのくせちょっとでも負けが込み出したらあっという間に手のひらを返しやがるんだ。まあそういうもんさ。しかも腹の中じゃバカにしてやがるのさ。パチプロなんざ所詮は世間のつまはじき者だってな。それがよーく分かって急にバカらしくなったのさ。俺は1抜けさせてもらうぜ。まあ見てな、俺がちょいと本気を出せば表の世界で上り詰めるくらいわけねえからよ。おお、よく見とくよ。頑張ってくれな。構成するっつってんな。はい、ヤスのバイト先、今度はこっちにいるらしいです。アロートラックいたー。しかもワンオペ。いらっしゃいませ。ここで何をしてるんだ。おお、前の店は給料が安くてやってらんねえからよ、やめてやったのさ。やっぱりこういう落ち着いた店の方が俺のショーに合ってるからな。え、終わり？終わった。はい。じゃあ次の日行きます。ここかな？飲みどころイラハイ。うわ、やってね。そうですか。はい、夜の天釘町の商店街です。めっちゃにぎわってる。ここにヤスが、あーなんか合コンやってるよ。イラハーイ、イラハーイ。あ、いた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 。イラハーイ、なんか注文すんのか。ここで何してるんだ。おお、前の店は静かすぎて俺のショーに合わねえからよ、やめてやったのさ。やっぱりこういう賑やかな店の方が俺のショーに合ってるぜ。そうかい。これさ、デートスポットもらえたりしねえかな。うん、なんかデルキング行ってそうな風貌してるよ。これ絶対合コンだよね。ねえねえ、盛り上がってきたことだし、そろそろ王様ゲームしようよ。やだ、どうせエッチな命令をするつもりなんでしょう。こんな明けっぴろげんとこで。せめて個室にしな。わっ、あった、すげえ探した。タバコの広田。おう、らっしゃい。お前、この赤いの邪魔なんだよ。よし、ここで何してるんだ。前の店の店長が何かと文句をつけやがる口うるせえやつでよ、やめてやったのさ。人に命令されるのは柄じゃねえ。一人でできる仕事の方が性に合ってるぞ。そっか、こんなとこにあったとはな。タバコ屋デルキングの横。はい、次の日行きます。風俗街にやってきました。マーメイド、なんと今度はここで、あれ、なんか入っちゃう、控室。じゃあ前払い、畜生。身分証、お、社長運転免許証の更新をしてきたみたいだね。ちょっと拝見。ん、そんなストーリーあった。うん、これなら大丈夫だよ。センタマ、行こう。毎度、隣のドアから入場できるよ。
うちのマジックショー楽しんでってね。マジックショー、そう、うわーすごい、これはすごい。話しかけられない。あれ、ちょっと待ってよ、ここにいると伺ってきたんですけど。無表じゃないの、ちょっと前に立たないでくれよ。まったくマナーがなってないな。ステージ登っちゃおう。登れねえ、ダメだ。長生きはするもんだって。いいぞそこだとか、その声援合ってる？よく見たいね。いいね、バニーさんが。はい。ちょっと、おやすはおやす。おやすどこにいんの？え、ここじゃない？もしかしてマーメイドって。ちょっと、やすいねえか。え？待ってよ。あ、いた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 。ここにいた。社長、絶対後悔させないから、ちょっと寄ってけよ。ほんとほんと。ここで何をしてるんだ。てめえには関係ねえだろ。まあ、関係ねえけどさ。関係ねえんだけどさ。まさか呼び込みとは思わなかったな。はい、次行きましょう。いや、天空議長何周も回って、やっと見つけた。あ、見つけたのどこだっけ、わかんなかった。あ、ここか。こんなところに、コリオリア。このコリオリアをね、ずっと探してたんですよ。あ、いた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 。ちょっと、兄さん、飲みすぎよ。畜生、俺の何がいけねえんだ。俺だって必死にやってんじゃねえか。しかも、今度ここでバイトしてるわけじゃねえんだ。ただ飲みに来たんだ。それにあの野郎、俺の勤め先にいちいち現れやがって。あ、俺か。でかいこと言ってた俺のことをわざわざ笑いに来てやがるんだ。そんなことないよ。畜生、俺の何がいけねえんだ。俺だって必死にやってんじゃねえか。それにあの野郎、俺をバカにしやがって。あれ？同じことしか言わねえ。ごめんなさいね。そこのお兄さん、ずっとこんな風なの。今日はどうしましょうか。何があんの？あ、金ねんだった。モロキュウ？モロキュウとか食いたいね。揚げ出し豆腐もいいな。味噌田楽もいいな。あー、いいな。こんな店近くに欲しい。また来てくださいね。しかも美人おかみもいるしね。お、もう一人いた。おかみさん、お調子もう一本。いやー、魚がうまいと酒が進むね。いや、そうなんだよ。それはそう。はい、じゃあ次行きましょう。はい、ついにやってきました。デルキング。ここにね、ヤスがいるらしい。いました。土下座してます。足洗ったんじゃねえのか、お前。金田に頭下げてる。一体何のつもりですか？皆さんご覧になっていますよ。頼む、俺にチャンスをくれ。俺はまたパチンコで稼いでいきたいんだ。おや、確かこちらの世界に見切りをつけて表の世界で稼ごうとしていたんですよね。そんなふぬけたパチプロだと話を聞いた上で、あなたにかける人間がいるとお思いですか？あれは一時の気の迷いだったんだ。俺は職を転々としてつくづく分かったんだ。俺にはこれしかねえ。俺はパチプロでしか生きていけねえ男なんだって。だから頼む、俺にはこれしかねえんだ。そう言われましても困りましたね。ああ、そのうちいい仕事が見つかるよ。頑張れ頑張れ、表の世界で。うるせえ、俺にはやっぱりパチンコしかねえんだよ。わかりました、あなたにチャンスをあげましょう。8人戦のバトルロイヤルを開催いたしますので、あなたもそれに出場してください。その勝負の結果を見た上で今後のことを考えるというのはどうでしょうか。
ただし浅井さんにも勝負に出場していただけるのならという条件はありますか。いいよ、俺が引導を渡してやるよ決まりですね。それではすぐに勝負のセッティングをさせていただきます。今ね、運がね5くらいしかないんですけど大丈夫かな。お腹は腹8分目にしてきた。あ、なんかチャイナ服の女がいるよ。あの窓わしの月がいないきゃいいんだけど。それでは天釘町バトルロイヤルを開催いたします。負けねえ、俺は絶対に負けられねえんだ。あの椅子の上に立つない？ないね。これだな、俺と戦うことになった運命を呪いな。それでは勝負始め。久々、あっいた、窓足の突き。菊池がね嫌なんだよ。あのチャイナ服中国人だな。なんか特に強そうなのはいないけど、菊池だけが嫌。あの窓足の突きって言って、あの時間を遅くする技を使ってくるんですよ。あれやると球の打ち出しがめちゃくちゃ遅くなって、あ、これはフルスペックかな。あ、やべ、勝利条件見てなかった。これでいいか。あれ全然回んね。もうちょい、ここ、よし、ちょっと勝利条件見して。もう最後の一人勝ち残る。あ、なるほど、一定時間で出玉少ない人が脱落していく。なるほどね、 OKOK。最初は300秒ね。300秒っつうと5分。よし、タイヤ回るな。いや、喋りすぎだお前ら。とりあえず素早くあの燃える魂をね打ちたい。あの黄色くなってる、数字が黄色くなってるやつは1位ってことかな。あ、まだ誰も当たってない。違うね、なんだ、燃える魂。燃える魂中に窓足の月やられると、あのこれで当たってくんねえかな。うん、低いからな、当たんねえだろうな。ダメ、よし、いきます。ここで窓足の突きやられたらもうおしまいよ。え、ちょ、全然風車回んない。寄りが悪いね。もうちょい弱くするか。やばいやばいやばい、寄り悪すぎ。右打て。やばいやばいやばい、失敗する。回れ。やっべー、失敗最悪。こいつはやばい。相当やばいよこれ。自力で当てるしかねえ。運命の風車ね、たまに失敗するんですよ。てか釘悪すぎない、マジで全然回んないんだけど。止まったよ。まあ風車やってたのもあるけどさ。きつい勝負だこれ。こっちは当てる技あるけどさ、ヤス大丈夫かな、心配だな。よし、今度はちゃんと風車、最初ちょろ打ちで、よ、ちょろ打ちしといて、よし、回ってる。いいよ。もうへそなんて気にしなくて、右いけるだろ、いけるだろ。スーパーリッチかかってる。
よし、よしじゃねえんだよ、当たり前なんだよこれは。これで当たりですね。サンダー当たってくれ、頼む。今大当たり中、誰もいない。あ、でもあれか、オレンジは、あー呼んだー。あ、今窓足の月、やっべ、大当たり中やられるのも嫌なんだよ、パンクしちゃう。しかも釘悪いからねこの台。まあ一発でも入れば V に入るかな。この頃の CR 機わかんねえ、多分そうだと思う。一発目が必ず V に入ってだと思うんだ。 V っていうのはあの、ちょっとこれはパチンコの仕組みの話になるから詳しく言ってると長くなるからやめとこうかな。まあ V 入賞っていうのをしないとそのラウンド継続しないんですよ。跳ね物とか打ってればよくわかる。まあ深く考えなくてもいいです。まああのアタッカーにその一発でも入れば多分大丈夫だろうっていうことです。パンクっていうのはあの、あーパンクした。普通は何カウントっていうのが決まってて、あ、また瞬間突き終わった、よかった、弾早い。その弾が全部入るとそのラウンドが終わって次のラウンドに行くんですけど、一定時間超えてもそのラウンドが終わっちゃうんですよ。それがパンク、全部入らないで次行っちゃうのがパンクです。よし、この調子で頑張っていきましょう。はい、ラウンド昇格はなかったですけど、あ、窓足の月やられた、くそー、うぜ。でもね、1位に躍り出ましたね。まあ時短中だから窓足の月があってもいいでしょう。やっとくか、燃える魂は。時短だからね、いっぱい溜まるかも。いや、打ち出しだったかな、どうだったか忘れちゃった。あの経験値が溜まるタイミングはね、へそに入った時じゃなくて打ち出しで溜まるのかな。まあ打ち出しも遅くなってるんで窓足の月の効果は出てるでしょう。はい、風車いきますよ。チョロ打ちにしてドラ、頑張れ右、いいよ、いいタイミングで右行った。振る右じゃなくてちょい弱くらいがいいと思う。オッケー、結構ギリなんだよな。はい、魚群が流れました。ちょっとここ見せて、すげえちょろ打ちになってる。あ、窓足の月やられてる、危なかったね。お、7、これは確変ですね。大当たり中の窓足の月もやだな。はい、今余裕の1位ですね。で確変だからもう1回、ただその当たるまでの速さが結構大事。もうこれでヤスが死ぬから、もうね、ヤスと菊池とベンジしか残ってないから、燃える楽しい。もう早く当たって、次1回当たったらもう勝ちよ。菊池やべえ、当たってるとこだよ今。早く当たれ。でもまだ4分あるからね、あと1分でヤスが死んで最後の3分でどうなるかってとこですね。菊池大当たり終わった、いいぞ、いい勝負、いい勝負きた、魚群これ当たるでしょう。燃える魂は無駄になるけど全然いいよ。ああ、ヤス死んだ、よし、また確変だ。
まあもう関係ないけど、ね、この1回のあたり中にもう終わるでしょう。でもう窓足の月使ったところで多分出玉で追いつけないと思う。もう勝ち確みたいなもんです。あ、窓足の月来たわ。でも今菊池当たってないからね、もう勝ちよ。よし、なんとか勝ちましたね。運が5とかだったのに、こいつらを全員倒したと。そこまで勝者浅井ベンジ。くそれでは以上で天空議長バトルロイヤルを閉会いたします。ヤスどうなっちゃう。41,200、でけえ。金なかったから助かった。5000で5000くらい入ったから良かったと思ってたら。お疲れ様です浅井さん、相変わらず見事な腕前ですね。さて言い訳するつもりはねえ、俺は負けた、それだけだ。お、潔いね。そうですか、では私から一つ。あなたも今日の勝負でよく分かったでしょ。この世界は一度パチンコから離れた人間が簡単に勝てるほど甘い世界ではありません。次の勝負までには以前の勘を取り戻しておいてください。お願いしますよ。優しい金だ。それって今日は負けはしましたが、あれだけの腕前を見せていただけたのなら文句はありません。実力のあるパチプロにはお金が集まるもの。私もマッチメイクのしがいがありますよ。すまねえ、ありがとうよ。よろしく頼んだぜ。祝福しようよ。ここはパスプロに戻れてよかったな。へへ、ありがとうよ。それではお二人とも今後もよろしくお願いしますよ。はあ、こうしてヤスは、あ、もう打ってるよ。一度パチンコから離れてつくづく分かったぜ、俺にはこいつしかねえんだ。なんだかんだ言っておめえには世話になっちまったな。このままじゃ俺の気が済まねえ。こいつお前にやる、受け取れよ。沖縄モードのワリンの素材もらったわ。勝負はしてない。ああ、金だ、よう言ってくれた。これは浅井さん、いや、そういうわけではない。はい、ということでヤスがパチプロに戻りましたと。さ、では安編これで終わりましょうか。はい、では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。